はいどうもこんにちはこんばんは、スロー博士のことを許さねえよって人は今夜がどうもズルフィーです。ということで今回はなんですけど、今回はですね、なんとシーズン3のマップにねスロー博士がいるらしいので、ちょっと今回はね、そのスロー博士に会いに行こうかなと。そしてね、会うと何を言われるのか、そのことについて、ね、いろいろ調べていきたいなと思います。ということでやっていきましょう。さあということで早速やっていきたいと思うんですけど、このねジャングル地帯の多分どこかにいるので、探していきましょうか。まあ、多分0ポイントあたりのとこいいんじゃないかな。まあちょっとわかんないんですけど、正直あんまね、あんまちょっとわかんないんですけど、まあ多分ジャングル地帯あたり、まあ、いるんじゃないかなと思うんで、ちょっとまあジャングル地帯ねちょっと探しましょう。どっかにいるんですよ、どっかに。絶対にどっかにいるんで、で多分ここではないんだよね、ここ。この、なんだっけ、ランブルルイン。このランブルルインあたりではないと思うんですよ。で、他いるとしたら、いや、どこだ、ここのね、研究所とかあたり、いや、あと0ポイントのところあたりに、いるような気するんよな。どこだっけな、0ポイントあるところ、ここが、これだこれだ、ここがね0ポイント、まあ、あるところですね。はい、こんな感じで、まあ、0ポイントがここにありますよと。いや、違う、僕はそれ違うんだ、僕はスローに会いたいだけなんだ、君と戦うつもりはない別に。なんかいい、割とエイムいい、今日割とエイムいいぞ。そう、僕なんかここら辺でなんかねスローのなんか研究物みたいなの拾ったんだよね。拾ってなんかスローとね一回話したんだよね、なんかスロー博士と。なんかもう全然わかんねえんだよな。まあとりあえずちょっとねいろいろと漁りながら、まあシーズン3もね始まったばっかでなんで、まあちょっと楽しみながら探していきましょうか。てかもうここら辺に0ポイントがあるってことは、まあスローンここら辺でね、あの踏み潰されたってことだからね。これほら音聞こえる、ゴゴゴゴゴって音。ここであれですよ、戦争が起こってたんですよ。あでもあれか、一回島ぶっ壊されたから、あの0ポイントで、あのヘラルドのせいで、まあなんか若干違うんですけど、あそっか、そう考えると違うのか。あそうで、そう考えると違うじゃん。そうで、そう考えると違うから、まあちょっと何とも言えないんですけど。まあちょっとどうしようかな、ちょっとどこだっけ、研究所、研究家のキャンプあたり行きましょうか。お、敵いますね、なんか当たれー。でこっちですか、こっち新しいやつ。はい、これ強いね、やっぱこのアサルトめちゃめちゃ強いわ、普通に。いや普通に強いね、皆さんこれおすすめっすよ。スローンはどこだ、スローンは多分ねここら辺、あ待って、てかこれも開けようぜ、これもスローン、スローンも大事なんだけどさ、いやわかんない、この中とかにいるかもしれないからね。はい、これ、あ正解、あー外れだった。いいね、この当たり外れ要素あんのいいね、これ。この要素好きだわ、なんかなんかこの当たり外れ要素あるのなんかギャンブル感あって好きだわ。はい、これでちょっと開けまして、スローン来い、いないのかスローン、この中に。あ、いないか、スローン、この中になんか閉じ込められて骨になってるみたいなことあるかなと思ったけど、全然ないっすね。お、金のサブマシンガン出た、これ絶対強いでしょ。うわお、敵がいる、ちょ、あ、ぶね。はい、あと一発ぐらいじゃない。はい、やっていく、ご両親強い SMG。 SMG が普通に強すぎる件について、え、マジ強くないこの SMG、 しかも金だからね。うん、そりゃあんな強いわ。そうそうそう、ただそうなんです、スローン、僕はねちょっとスローンを見つけたいんですよ、普通に。ちょっとスローンさん、ここにいるんですか。僕あなたのことをずっと探してるんですよ今。なんかあ、ここら辺いそうじゃない、なんかキャンプ場みたいなのある。何、 IO のマークじゃないわ、なんか新しいマーク、これまた新しい組織できた、もしかしてほら、ちょなんかすごい荒れてんね。てかなんかあるじゃんこれ、これ何、新たな使い手を見つけてその力を増している研究家、何これ、盗む、あ盗んだわ、あなんか盗んだわ、やったぜ、何かを盗みました、よくは分かりませんが何かを盗ませていただきました、すいません。普通にここら辺敵いそうなんだよな、ちょっと普通にいそうなんだよ、てかいたもんな、さっき いたから怖いんだよな、ここら辺普通に。ビヨーン、うおーっと、ほらだ、どこ、どこ撃たれたよ、あいないやん、多分僕じゃないわ多分今の、なんなんで僕がビフってただけやん。おいスローン、どこやねんマジで、いるのは分かってる、うん、いるっていう情報だけは僕は手に入れた、帰ってきしまったというその情報だけは私は手に入れているんだ。スローン、どこにいる、隠れても無駄やぞお前、もう逃げも隠れもできねえぞ。待って、どこだマジで、いやなんかどっかにいるんだよ、なんか戦車とともにね、どっかにはいるんだけど、どこにいるかが全く分からない件について。マジでどこ、いないやん、殺されたとかもう殺されたとか、誰かにもう恨み買いすぎて、普通にプレイヤーに殺された説はあるよ全然ね、恨み買ってるもん絶対、あいつ買いすぎてるもんね、だからなんなら。いやでもね、どっかにはいるはずなんだよな、ここら辺
にいるとは思えないんだよな、正直。ここら辺はなんか違う。てか、すごいところに弾があるんだ。なんだこれ。いや、待って、どこかにいるはずなんだよ、スローンは。まさかさ、このシーズンでスローンが帰ってくるとは思わなかったよね。なんかもっと先とかだと思ってたんだけど、ね、本当にこのシーズンで帰ってくるとはガチで思わなかった。ね、予想してた人いる？このシーズンでスローン帰ってくるぜって。あんまいないでしょ。考察とかでももう当てれないもんね。もう、このレベルになってくると。なんもなかったから、スローンがね、帰ってくるみたいな、痕跡みたいなものね。あれ、スローンさんマジでどこいるんすかね。あ、いた。はい、手を貸す気がないなら私に関わらないで。だって、え、しかも割といいもの買えるやん、これ。私を後悔させないでに、ね、だって手短にして、とりあえず買いには気をつけて、手短にして。え、これさ、ジョーンズとかで行ったらどうなんのこれ。ちょっとこの試合終わったら行ってみるか。え、いたよ、なんか普通に。これ録音機を再生する。ちょっと待って、バカ。はい、ちょ、今聞いてる話。うん、先生ごと潰すだけじゃ私は止められないってあなたは分かってるわよね。はい、救助者には感謝してるわ。はい、ブルーツブスケットはあげられないけど。え、助けられたってこと？計画がある。はい、でも迅速に行動しなきゃ。はいはいはい。解決の鍵はこのジャングルを去っていた人々。はいはいはい。このジャングルを去っていった人々、どういうこと？で、なんかあれだよね、あの戦車を潰すだけじゃ、なんかあれなんとかなんとかだって言ってたってことは、あのやっぱ生きてたんだよ、やっぱ。うん、これ、このスローンがあの戦車で潰されたスローンなのか分かんないけど、でもスローンが生きてたのはこれ確かってことだよね。だからこれもちょ調査記録読む。これ見つけないと。けど、どうやって？だって、え、何これ。じゃ、この調査記録とか見つけるの大事かもな。でもなんかやっぱ本当になんかスローンのストーリーはまた始まりそうだね。いやー、無理やねんそれは。ちょっとさ、あいつ、あの NPC にさ、ちょっとジョーンズで話しかけに行かない？なんだろ、これ、エージェントジョーンズとかで行けばいいのかな？ちょ、エージェントジョーンズとかで、スローンの話聞きに行こう。てか、もうスローンのクエストってないのかな？これか、なんかオーラのこの調査のかな？調査とかをクリアすると、なんかスローンのメッセージもらえるのかな？まあ、いや、とりあえずちょっとこのジョーンズで、あの、スローンに話しに行こう、ちょっと。さあ、ってことで、なんかどこら辺だっけなー？ちょっと待って、あんま覚えてない、ちょっと待って、場所覚えてないけど、ここら辺どっちなんか、こう回ってきてここら辺にいた気がするから。あれ、どこだ今、僕どこら辺で死んだ。ここら辺で死んだかな。あれ、あ、多分ここら辺。あ、いた、ここだ。戦車もありますね。なんかほら、戦車がありますよ、なぜか。じゃあちょっとスローンにお話をしていきたいなと思います。さあ、何かメッセージは変わるのか。はい、手短にして。あ、変わんないんだ。ジョーンズでも、なんかエージェントジョーンズでなんか変わるかなと思ったんだけど、何もメッセージ変わんなかったっすね。あ、絶対なんか変わると思ったのに。ちょっとこのクエストやってみる。このちょっとオーラのやつ。あ、てか待って、ここにもなんかあるよこれ。はい、え、ラボのレポートを再生する。わかる限りでは、はい、この装置はキネティック鉱石のプリズムで光を操作している。あ、キネティック鉱石のこと理解してんの。私の勘が正しいなら、はい、これを動かさなきゃいけない。あ、そうなの。てか待って、なんかさ、これあれだよ、多分クエストとは別な気がするな。これこのクエストとなんかスローンのやつなんか多分別なような気してきた。多分ここら辺にもあるでしょ。あれ、これは何？なんか収集したけど、なんすかこれ。なんか収集はしたけど、ここから何すればいいか分かんない。え、まあ、いや、とりあえずちょっと今一応クエストやってみるか。ちょっとまだ分かんないしね、このクエストとあれが別かどうか。まあ、てか、このジャングルのいろんなところにワンチャンそのスローンの声があってさ、声の録音されたやつがあって、それをなんか多分順々に再生していくみたいな。クエストな、ま、ミニクエストみたいな、シークレットクエスト的なやつなのかな。まだあんま分かんねえな。あ、あるぞ、ここにも。ほら、ここにもなんかあるぞ。これだ、これ調査記録だ。はい、キューブによって作られたこの強力な、何これ、灰は島全体を破壊し尽くすことができ。やばいじゃん。あ、こっちにもあるね。これもあれか、多分オーラのクエストのやつか。なんかすごい今シーズンのストーリーおもろそう、普通に。はい、とりあえずこれ、この熱帯雨林に、破滅のキューブの灰があるとの報告があった。だって、とりあえず盗もう。で、あと1個どっかにあるはず。ちょ、あと1個遠すぎるんだか。え、マジでこういういてほしい時に限ってさ、恐竜いないのマジやめてもらっていいですかね、本当に。今、恐竜の出番やで、本当に。あ、てか、これ、あれだ、ボートで行けばいいんだ。例えば、ボートもね、復活しましたから。このボートレレリゴをしちゃえばいいんすね。いや、久しぶりに乗ったわ、このボート。ここら辺にもなんか、あんのかな、スローンの記録みたいなの。なんか街から、このジャングルから去った人たちみたいなの言ってたから、ここに誰かが住んでたってことじゃない、ワンちゃん。なんかそんなような気がする。そういうストーリーがなんかありそう。さあ、あとね、こっちに1個なんかあるらしいんですけど、なんか変な記録みたいなのがこっちの方にあるらしいんですけど、どこや。あ、ここですね、ここ。これを、はい、インタラクト盗みましょう。あ、記録読めなかったけど、あ、でもインタラクトしたわ。なんかあ、だからこれやっぱちょっと違うわ。なんかあれとは別みたいだな。さっきのスローンの音声とこのクエストはなんか別っぽいね。でもなんかこのストーリーはおもろい、普通に。ちょっと最後のやつだけ読めなかったのがちょっと後悔なんですけど、普通にでも面白いから、まあ、今後もちょっとこのクエストやっていこうかなと思います。まあ、そんな感じでですね、ち
と今回は、スローンに、話しかけてみたんですけど、いろいろとおもろそうでしたね。普通に、まあ、メカクマちゃんにね、ぶん殴られてね、まあ、死んだと思ってたんですけど、全然生きてたっていうことがね、はい、本当に全然生きてたってことがね、分かりました。まあ、ということでスローンについて今後も気になっちゃうよねってきた高評価、おしねチャンネル登録と通知音も教えてくださいということでね、今回はねこんな感じで終わりにしたいと思います。あ、ではあ、バイバイ。お前らなんだ。